おはようございます。じゃあ、朝起きて朝食会場に集合だったんですけど、まだアン王女が起きてこないですね。朝食会場ビュッフェみたいになってるんですけど、冷たいものはコンチネンタルスタイルって言って、冷たいビュッフェみたいなので、あったかいものはアメリカンスタイルなので、今回はあったかいスクランブルエッグとかあったかいパンとかがあるので、このアメリカンスタイルですね。ローマでアメリカンスタイル、ヨーグルトがうわーって出てくるんだね。骨汁とザーって出てきます。あったかいベーコンとあったかいスクランブルエッグ、サラダがないんだよね。クッキーとかパウンドケーキとか、ほらクロワッサンもね、ここら辺全部クロワッサンだよ。こういうのがあったりとかして、これがフルーツジュース。はい、おはようございます。ボンジョルノ。ボンジョルノ。オッケー、これで私のセレクション終了。今日はローマ2日目なんですけど、昨日行けなかったコロッセを真実の口、ポロロマーナあたりを行けたらなと思ってます。はい、コロッセオ駅に到着しました。どうぞ。カゴえ、もう前じゃじゃーん、こちらコロッセオです。みんな教科書とかで見たことあるでしょ。あるちょっと、もうちょっと近くに行ってみたいと思います。ボンジョルノ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 。みんな目立ちたがり屋カメラ回してるとね、結構うち入ろうとしね、嬉しいな。なんかあれだね、案内するよっていう人がいっぱい立ってて、声かけると多分お金払っていろいろ聞いてもらえる。あれは凱旋門かな。フランスの有名な凱旋門ってあるじゃん、うん、あれはこれを元にして作られたらしいよ。すごい。これの方が全然前にできたらしいです。私たちは今回ローマパスをゲットしたので、それでいろいろ回れるし、電車とかバスも乗り放題っていうチケットです。ローマパス半端ない。来たー、来たー。じゃん、こんな感じで、おー、だんだんと見えてきたよ。わー、ちょっとこれすごい。そこには十字架がありますね。うわー、こういうのもさ、このホールなんだ。クロッセオって昔の帝国最大の円形闘技場で、そうそう、ここで何千万人の人が死んだわけではあるんだよね。人間対動物とか、そう、人間対人間とかあるんだけど、あの死ぬまでやるんだって、どっちかが。うん、そう。でもね、勝ち続けた人間は自由の身になれるっていう伝説もあるんだよ。へー。で、本当にいた可能性があるらしい。あの武井壮さんみたいな。ああ、なんかすごい。こうやってなんか柱の断崖がいっぱいありますね、うん、こっちが中に入れるとこだね、うん、すごい。うわー、開けたとこに出ました。こんな風になってたんだ。5万人をね収容できたらしい。うわー、じゃーん、こんな感じになってます。すごい。多分あの十字架あたりが偉い人が座るとこだったはず。2階の方に行こうかなと思って。はい、コロッセオの様子は映画グラディエーターを見ると結構分かりやすいので見てください。はいしょ、はいしょ、もうきつい。わあ、もう見て、上天井、うわー、すごい高くて石造り。わあ、ここが外側。おお、そうだね。あ、なんか博物館みたいになってない？本当だ。こういう設計図みたいな感じかな。壁画が描かれてますね。こうやってね、壁画が描かれてるんだけど、これコロッセオの戦いの様子らしくて、こう獣とか人間とかいろいろ放たれてて、真ん中に球士っていうのがいて、なんかずる賢い人とか逃げようとしてる人とかをもうね、ビシバシとやめていくらしいです。あとこれは戦いを盛り上げるトランペットの人すごいね、ほんと娯楽なんだよ。だから、
あとこういう死体がたくさんあるんだけど、この死体からいろいろね武器とかを剥ぎ取って自分は生き残るぞと。生き残るまで帰れまてんだよあらあら、なんか林家ペーパーさんみたいなこれは当時のアクセサリーとかキラキラしてる。へえ、当時のお金だね。わー、広っ。2階だね。なんか舞台みたいになってます。2階が一般席。確かに下までよくは見えないけど全体像は見える感じ。はい、コロッセオ出たところです。楽しかったね。さあ、そしてあれあれあれ、なんか見たことある。んあの騎士はうちらがちょいぼったくられたここにもいんのかい。全然近づかないぞもうなら覚えたからね。覚えたからね。あれね、あのオールパーソン5ユーロ言われるから。そうそうそう。ご視聴ありがとう。みんなもチャンネル登録してくれたかな。まだの方はこのロゴをクリックしてチャンネル登録よろしくお願いします。おすすめ動画も見てね。